子供たちに発がん性物質が混じっているお魚を食わすようなやからは、こんばんは、私は 3.11 以降に、国会周りとかに集まるようになったんですけど、最初はマイク持つなんてとんでもないと思ってました。本当にこの人の数になろうと思っていきました。でもみんないろんなこと考えてるし、ちゃんと、民主主義っていうものは一人でもマイクを持って話せるようになること、これを教えてくれたのは宇都宮さんです。そしてここにいる哲さんです。なので今日は私一言を話させてください。この築地の問題っていうのはすごい毒の問題だけじゃなくって、毒の問題は環境問題っていうのありますけど、地盤沈下とか、非常化の問題もありますよね。そして、食の安全、設計ミス、ミスなのかわざとなのかわからないけど物流問題、そして何といってもこれが分かりにくいけど本当は TPP の問題と新自由主義の問題じゃないか、これは本当そうなんじゃないかと思います。そして一番馬鹿にされてるなと思うのはこの不透明なお金の使い方、さっきマダムもおっしゃってましたけど、本当にこれを全然争点化しないっていうのおかしくないですか。これいわば辻元清美さんじゃないけど、これは東京の、いろんな細かい問題の疑惑のデパート、疑惑の総合商社みたいな感じだと私は思うんですよ。それをごっそり話さないって、なんか意識的に話さないでいるんでしょうか。その戦争するなとか、雇用問題とか、原発反対とか、それは本当私もやってほしいですよ。でもそれは国政の問題かなというふうに思うんですね。やっぱり私たちの東京の問題で築地の問題を話さないで、それで都知事選出るって、なんか私は非常に都民が馬鹿にされてるような気がします。ぜひ、子どもたちのことも考えて、そして美味しいレストランのこと、そうだな、三つ星とかついてるミシュランガイドとか出てるような人たちもぜひこの問題をちゃんと都知事候補は、争点にしてくださいっていうふうにみんなで声を上げましょう。よろしくお願いいたします。そうです、それにね、あと最後の行動提起の時にもまたもう一度この話をしようと思いましたが、皆さんもちろん都知事選挙4月31日これ投票日です。皆さん逃げたらダメよ。札に書いて出す、札に書いて出す、誰かの名前を書いて出す、自分の名前を書いて出したらダメよ、出ない人の名前書いたらダメよ。でこれは大事なんですけど、でもね、結果がどうあってもやっぱり築地移転の問題は声を上げ続けなくちゃいけませんよ皆さん。だってこちらで爪を叩いてる方々、ね、方とその傍らにいる女性も、あの地獄のような石原都政の間でも反対の声をずっと上げ続けてたんですよ。そしてこの問題を一進一退させていたのはこの方たちの声じゃないですか皆さん。ねえ、私その頃何してたか、築地移転今夜はさ問題だな、やばいな、どこ黙っとこうみたいな感じだったんです。今本当に頭が下がる。今食材のために声を上げてる側面もあるぜ。皆さん声を上げましょう。